エトラちゃんは見た。俺は黒木、エトラ大学の2年生だ。地元を出てここにやってきているため、現在は一人暮らし中だ。寒いな。なんていうか、年々夏と冬の気温が大げさになってきてる気がする。急におでんが食べたくなって出てきたけど、早くも後悔してきたぞ。比較的暖かい地域の出身である俺は、この辺りの寒さがひどく身にしみる。っていうか寒さも嫌だけどさ、同じくらい嫌なのはやっぱりこの地面のツルツル具合だよな。アイスバーンっていうの？俺の地元じゃこんな現象あんま起きなかったぞ。ちなみに去年、俺は同じく凍結した地面で滑って捻挫している。仕方ないのだ。凍った道の歩き方なんて身につけずとも今までは生きてこれたのだし、今年こそはあんな目に遭いたくないな。用心して歩こう。大丈夫ですか？大丈夫なわけねえだろ。スマホ落としちまったじゃん。すいません。ったく、まあ前方不注意だった俺にも落ち度はあるけどよ。生まれたての小鹿みたいになってる。あの、そこで待っててください。あのスマホは俺が取ってくるんで。え、いや、そこまでしなくていいよ。いえいえ、俺がぶつかっちゃったのが悪かったんですし。とりあえず待っててください。あ、ちょっと、うっ、悪い。とりあえずこの腕に捕まれ。すいません。うわぁ、何してたお前。もしかして卓球した？ごめんなさい。バカ、ちょっと、暴れないでください。またやっちゃった。どうしたんだろう。雇いのバイトだから今日行かねえと給料出ねえのに。すいません、とりあえず病院行きます。それ決まってんだろ。はい、これで大丈夫ですよ。それにしても脱臼なんて一体何をやったんです？こいつですよ、こいつ。こいつがなんやかんやでどっちも外してきて。わざとじゃないんですけどね。わざとじゃないとしても俺の被った経済的損失は莫大だ。なんたってアルバイトに行けなくなったんだぞ。ほんと恨むぞお前。それはすみません。そうだ、本来俺がもらうはずだったバイト代を代わりに払え。ちなみにいくらぐらいですか？時給1500円だ。うわ、そりゃかなり身入りがいいですね。だろ、俺としてもこの前バイト先が潰れたばかりでな、困り果ててたところにこの条件のいいのが転がってたってわけだ。今日の働き次第では継続的な契約も視野に入れるって言われてたんだがよ。だがお前のせいで台無しだぜ。まあ、そうだ、お前今日俺の代わりに仕事しろよ。それで向こうも納得してくれるだろうし。代わりにって。いや、でも時給かなり高いですよね。特別な技術が求められるとかそういう感じじゃないんですか？ここら辺は心配すんな。難しいことはしないらしいからさ。何でもおもちゃの箱を家から家へと運んでほしいんだった。あまり量は多くないってさ。へえ、引っ越し関係のアルバイトかな。で、ひとまず今日のところはお前が働いて、そのバイト代は全て俺に還元すること。そうすれば慰謝料なんかを請求せずに済ませてやるぜ。なんだよその態度は。お前は一人の人間の両肩を脱臼させたんだぞ。悪魔の所業だぞ。いや、それは申し訳ないと思ってますけど、あの、すみません赤松さん。え、なんだよ。仮に俺が行くとしてですよ、そのバイトのある時間っていつ頃ですか？確か13時頃。もう時間過ぎてるじゃねえか。それも確実に遅刻だ。無断欠勤だ。今更言ってももう遅いじゃん。お前、罰として俺に1万ほどよこせ。今日1日で稼げたはずなんだから。そんなご無体な。それに俺今金欠で。とりあえず遅れるという連絡だけでもしておくかな。そうすればまだ多めに見てもらえるかも。連絡先知ってるんですか？はい、まあ。申し訳ないですが、あなたたちの会話を聞かせてもらっても？ここでお話ししていいので、スマホをスピーカーモードにしてもらう感じで。え、なんでですか？少しだけ引っかかることが。はあ、まあいいですけど。うわ、噂をすれば先方からだ。はい、もしもし。もしもし赤松さん、どういうことっすか？うわ、やばい、先方すごい切れてる。あ、いや、すいません、実はちょっと向かう途中に両肩脱臼しちゃって。嘘をつくならもっとマシな嘘つけよ。
あ、いや、嘘とかじゃなく。てめえ、ぼっくれるつもりだな。な、何がですか。ひょっくるんじゃねえ。おい、逃げられると思うなよ。こっちからてめえの住所、氏名、電話番号全部押さえてんだ。もしも逃げるようだったら、もろもろの個人情報ネットにばらまくからな。赤松さん、とりあえず逃げる意思はないことと、その上でどこに向かえばいいのか聞いてください。あの、逃げる気はないです。ちゃんと向かいますよ。そういうことならいいっす。じゃあ場所伝えるんで、そこに来てください。わかりました。はいはい、じゃあそこで。はぁ、これはもしかしたらかもしれないですね。え、何ですか。とりあえずここに電話してください。え、あ、はぁ、うん、遅いな。すいません、ヒーロクさん。あ、立花さん。って、あれ、今日は君が運ぶのかい。違います。本来ならここにはバイトが一人で来る予定だったんですけどね、なんか遅れるとかで少し不安になったので様子を見に来たんです。大丈夫なのかいそれ。ええ、もう一度働かせちまえばあとはどうにでもなりますよ。仕事自体は簡単ですからね。まあ、おもちゃを運ぶだけだからね。にしても、やはり遅いねその子。ですね。あの野郎、やっぱバックれたのか。すみません、少しお話を聞かせていただいてもよろしいですか。え、警察。何の用ですか。いえ、こんな人気のない路地裏で男性が二人何かをしていると通報があったので、ちょっと様子を見に来た次第です。ちなみにその紙袋の中身は何ですか。いえ、これは何でも。確認させていただいても。はい、どうも。ほら、何の変哲もないおもちゃ箱でしょ。これで気は済みました。この中をさらに見せていただいても。暴れないでください。くそ、やはり覚醒剤ですね。ひとまずは二人とも署までご同行願えますか。ちくしょう。いや、先生の言う通り通報して正解だったな。ここに電話してください。まさか役の運び屋をさせられそうになっていたとは。そうして今回の一件は幕を閉じた。その後、立花という男が吐いた情報によると、彼はとある犯罪組織に身を置いており、薬や詐欺などに手を染めているという。その仕事のうち、麻薬の運搬や詐欺の受け子などは今回のように何も知らない人間をアルバイトとして雇っていたようだ。時給が1500円という比較的常識的な額だったのも、こちらを警戒させないためらしかった。だからこそ赤松さんもまんまと引っかかってしまったのだ。今回の発覚を機に、立花の組織の人間は芋づる式で全員捕まったという。これから勢力を伸ばしていこうと考えていた中小組織だったらしい。そんな彼らに家で栽培していた麻薬を卸していた柊も同じく御用となった。お、俺たちはといえば、いや、今回はありがとな黒木。お前が両肩を脱臼させてくれたおかげで犯罪の片棒を担がずに済んだぜ。さあ、好きなものを何でも食べろ。800円までならおごってやるぜ。ありがとうございます。赤松さんはその後罪に問われることはなかった。理由は何であれ、実際に麻薬の運搬をするより先に通報したのが良かったのだろう。むしろ摘発のきっかけを作ってくれたということで感謝までされていた。そういえば赤松さんは新しいバイト先は見つかったんですか。あ、まだだけど。俺がバイトしてる店、今人足りてないんですけど、赤松さんがよければ紹介しましょうか。まあ、さすがに時給1500円もないですけど。っていうか、うわー、心の友よ。 あれ、赤松さん、もしかして脱臼した。ご視聴いただきありがとうございました。もしあの時ぶつかっていなければ今の平穏はなかったかもしれません。両肩脱臼だとか痛い思いはしたかもしれませんが、不幸中の幸いというやつですね。そして簡単な仕事で高収入なんてうまい話、そうそうないでしょうから、もっと警戒しないとです。あ、もちろん凍結してる地面を歩くときは普通の地面を歩くときよりも気をつけないとダメですからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。